すぐ逃げよう。もう夜中や。撮影が始まってすぐ逃げよう。いやいや、欲しいやつらばっかり来よ。インターネットのメジャーリーグの情報を見ただけでああいうふうなこと仕掛けてくる連中がおる。毎日、もう十何年も前から。ほんと。夜中、これ夜中。夜中の0時7分。0時00ぐらいに来と。で、大きな音出して、ドア閉めよう。昔から、向こう引っ越ししてきた時から。フルーツラバーグで本当のこと喋ってから。それであいつら何か金手にしたんちゃうか。本当にハワイケースに払わんであいつら本当うっとうしい。日本人、兵庫県民神戸市民のハワイケースです。本日2023年、9月26日、現在10時50分なんですが、昨日ああいうふうな車のドアの音とか、それまでにあの廊下歩いてる人間だとか、あの不審人物が廊下を歩いていたりだとか、あのドアをあの大きくバタンって閉めた、まあ、その瞬間はあの撮影できなかったんですけど、その音で私はあもうこれあの動画で撮影しとかなあかんなと思って動画で撮影しました。セキュリティ、まああの防犯カメラで、まあ、スマートフォンとは、本当はこういうふうに使うのが一番いいと思います。で、その後、寝た後、1時回ったかな、もう2時ぐらいかな、やっと 寝つけた後、それぐらいに、今度、階段を、1時ぐらいかな、あの、足を踏み鳴らして、ずっと階段を上り下がり、してる男。多分男だと思う。女かもしれない。これも通報。見出しで書いてる通り、威嚇行為、挑発行為で、もう長年10年以上にわたる、もう多分もう20年ぐらいかもしれない。あのそいつは組織だって動いてるから、集団暴行で累犯加重併合罪、もう警察の方に声で通報です。あの対応のほど皆さん、よろしくお願いします。もう実はもうずっと、もう何十年も前からずっとこれなんです。本当に無理だから、本当に。で、何か警察官の位置一言が法律の、内容だと勘違いしてる人間、全然違うから。本当は、あの、裁判所の判決の判例で、今までテレビのニュース見たらわかる。どういうふうなことをしてるの、したらダメなのかっていうことぐらい、今まで自分たち分かってたはずや。もう、とにかくとにかく海洋基本法のことも言ってる。髪の毛染めとる人間の負け。河川海を怪我しちゃならないっていうことになってる。たかが1ページぐらいや。もう自分で読んで。で、六法全書に載ってないぐらいで諦めたらあかん。インターネットで海洋基本法出てくるから。で、あと、本当は現行法規、現代日本法規に載ってるから。あれ削除絶対しちゃダメなの。海洋汚染本当に工場とかめちゃくちゃなことしてるから、昔。ずっと垂れ流し。夕方になっても垂れ流し、朝から。あれもしかしたら夜中もそうかもしれない。ヘドロ、真っ黒な油。本当は、あの、僕工業工房だったから知ってるんです。旋盤加工とかするとき、油を当てながら旋盤加工するんです。バイトっていう検索する刃物でね。検索バイト、削るの方です。検索バイトで削るんですけども、油を当てながらなんです。それしなかったら、摩擦熱で焼けるんです。刃の方が。で、すぐ欠けてしまうようになってしまうから、だから、ちゃんと加工ができないんです。油当てなかったら。そういう例もあります。他にも、自動で動く機械でも油を当てたり、しています。まあ、しっかりとしたね、精度を出そうとするときとか。で、多分それを全部海に垂れ流してる。神戸市の、
兵庫県長田区の方の排水溝、新港川のあたりですね、港でいうと、まあ、港川のもっと先のその川に排出されているところのその新港川、これが現実なんですね。で、ちょっとね、重要なことを本当にしてるので、自分たちの金稼ぎぐらいで、いちいち、この辺、ごちゃごちゃ言いに来ないこと、で、ややこしいことを階段登ってきて、その足音とかで無理やり起こしたりとか、もしかしたら、もうね、もう夜中か明け方か、もう わかんない、もうこっちが、こういうふうにめちゃくちゃな行動してくるやつがいっぱいいますから、違うから。本当はもう動画でアップロードされた時点でもうそいつは捕まるから。電波で調べるから。科学庁とか。もうこれ以上事態することを無理だから、本当に。エネルギーの残存量問題で。で、本当に分かってない人間、その歩いて来て嫌がらせを言うのもしちゃダメ。ね。法律だから、ルール。で、君たちの場合は組織として動いてしまった以上、インターネット上で会話を交わしたりとかしている以上、もう組織なの。集会とかも同じ。どっかで集まってでも同じ。もう本当はここまでしたら集団で、もう単位が何千人っていうつながり方になるから、もしかしたら万を超えてるかもしれない。人間の数。暴力団や。以上、皆さん、法律側のマット側の皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録とアップロードした時の着信通知、しっかりと出るような形で、ご対応のほどよろしくお願いします。まだ動画アップロードしないものものすごい数あるんですよ。ああいうふうなものがもうさすがにその階段上がって足踏みしてもう何回も上がったり下がったりして、ここのすぐ横は階段なんですけど、自宅の横はね、すぐ横は階段なんですよ。で、まあまあ、大体、ちょっとください。こういうことなんですけどね、もうどうせすぐ狙いに来るやつらが来るから、もう有馬警察署のすぐ斜め向かいに、もう住んどいた方がええっていうことになってたんですよ。そこまで公然とテロ業界とかいろんな組織に向かって、平気で、潰すようなことを言ってたら、その他の連中が来るからっていうことで、もともと1956年、売春防止法ができなかったの。だからそれまで政府上層部とか、本当むちゃくちゃな人間ばっかりだった。日本人のほとんどの人間はその状態からのスタートや。その後テレビ局でもむちゃくちゃな内容をずっと放送した。やっと変な暴力団関係の映画とかドラマとか作らなくなり始めて、それもこう近年。僕は2011年以降 SD カードを送っていろんなこと言って、やっとなんとかなってきた方。まあ、ちょっと話長くなるのでもうこれぐらいにしておきますね。以上です。